あなたはお父さんの時とは違う。あなたには今お父さんがいてくれる。昔のお前そっくりだったな。いや、やっぱりあいつは昔のお前とも違うな。話はよ。すげえ強くてみんなに頼りにされてるみてえな。忙しいからあんま家に帰ってこねえな。相手が誰だろうと関係ねえってばよ。腕がもがれりゃ蹴り倒す、足がもがれりゃ噛み倒す、首がもがれりゃ睨み倒す、目が終わりで呪い倒す。仲間のことならどんなに痛くても我慢するって言ってんだ。自分を捨てたくねえって言ってんだ。わがままかもしんねえけど、ここに仲間がいねえのが一番痛えんだよ俺は。以上。